ボーカルプレイングフォーです。トモです。レオです。はい。今回は I210 アイアンのシダラウンドになります。まあトモがねアイアンないので、はい、もう次のアイアン候補になるやつですね。うん、シダ界でこう来客がこう合ってないということでね、まあ2度ぐらいアップライトにしないといけないんじゃないかっていうことだったんだけど。今回借りたやつは標準なんで、そうだ、ね、62かな、うん、ぐらいがね、本当は64がいいのかなっていう感じだったけど、うん、普通のライのやつでラウンド回ってみようっていうことで、うん、であとはまあヘプラーのパターンだね、うんうん、あとでフェアウェイウッドもこれも個人的に僕がG410 の、スタンダードの5番ウッドだね、うん、まあ、シダ界で感触良かったんでしょう、うん、であともドライバーはね、いつも通り自分のやつなんだけど、はい、まあ、これもまたスクランブルでやっていきます。はい、はい、見てもらいましょう。どうぞ。トイ右目、トイ右目、いつものとこかな、うん、これセーフっぽいよ、うん、これセーフっぽいよ、このとこだね。うん。やり外れた。うお、戻ったぞ。ぷよん。戻ったぞ、ぷよん。強いよグリーンがさ、穴開いてっからさ、ドライバーからで言うと、もうトモは本当レンジボール打ってるのかっていう球ですね。右にフェイっていう、これもう何でも言うよ僕はね、ドライバー、この回限りだと思うよ。このドライバー、この J ビームの G801、はい、ロフトがね 8.5 度ぐらいなんだけど、うん、まあ、ラウンドではものすごく良くて、うん、で長尺にもしようと思ったんだけどね、若干ちょっと合わないのかなっていう、逆に友が長尺で使うのにいいのかもしれないなっていう、あ、実際 46.25 ぐらいで僕この日ラウンド打ったんだけど、ツアー AD の XC5X、うんうんうん、もうそのシャフトさえももうないから、うん、欲しいっていう人に打ったんで、うん、まあ、ヘッドもね、まあ、トモが多分今後使うかも、あのヘッドは。本当、うん、一番多分 J ビームの中で優しいヘッドなので。弾きは良さそうだよね。あとまあセカンド、まあ僕の球で、まあ、こっからですよ、I210。ああ、そうか。この場合は U50 度だったかな。うんうん、で、まあ、打って、少しこう左に外れて。うん、で、W45 度かな。そうだね。で、トモが打ったやつが、ちょっとショートしたんだけど、うん、あのバックスピンかかってたよ、彼は。ああ、そういうことね。うん、だから、その、まあ、ライが合ってなかったとしても、まあね、それぐらいいいボールを、うん、まあ、打ててたんじゃないかな、一発目だからね、うん、まあ、エヴァランドで。マンナのは、マレでしょ。ヘプラ、うん、と、あと、まあ、パターンの話だけど、今後のね、うん、ちょっとグリーンがさ、うん、
あ、ないですね。更新作業は入ってたから、うん、まあ、その辺も少しね、気になったり、速さだったり、ボコボコしてたりっていうのがあるんだけど、少しヘプラ、合わないんだよなっていうのが、うん、もうね、このラウンド通してね、パッドがね、あまり良くないです。うんうん、次のホール見てもらいましょう。はい、どうぞ。はい、準備できたらいいですよ。おお、うん、いいんじゃない？いいね。おお、うん、いいね。採用。天ぷらかい。天ぷらかい。へいよ。低く系ね。はい、どうぞ。嘘でしょ。そうよね。なんかね。今は天ぷらです。カラッとなってたね。もういいです、天ぷらで、うん、で、僕がまたドライバー変わってます。これはまた JBM の ZY7 で長尺です、うん、もうバンブリしてます。ボールスピードがもう90ぐらい出てたので、うん、これはね、あのドラコン選手から買い取って、うん、もうそのままのスペックなんだけど、うん、またヘッドが ZY7 の7度ぐらいで、シャフトがレイブの、ヘッド的には厳しめ、僕には少し小ぶりだし、うんうんうん、7度だけど GB もすごくロースピンだから、あの球がね、ドロップしたりとかするんだけど、うん、で、これ今回打ったフェードぐらいでちょうどいいこう感じだったから、で、セカンドまた、僕がね、アイアン使ってたけど池に入れて、まあ、その後友がね、ユーティリティで花道まで進めて、ちょっとね、今回このグリーンの、ピン切ってる位置、うん、この日あれやったね、結構難かった、難しかったと思う。あの他のおじちゃんたちも言うってた、うん、あの奥すぎないかっていうぐらい奥だった。だからアプローチショートして、うん、3パットしてボギーで、うん、結局あんだけドライバー飛んで、そう、グリーン周りで苦戦してる印象ですね、今回は。はい、ということで、はい、次のホール、はい、はい、ちょい右ね。
します。いいよ。より右なんじゃな、ここ飛んでな。より右なんじゃな、ここ飛んでな。ギリ超えたね。絶対ターフアート見たらわかるやろ。あれできないね、獣探しとか。これは鹿の足跡だとかさ、イノシシの足跡だとか。めっちゃ右向くけど大丈夫？じゃあもうその角度に立つわ、僕も。知らん、もう打ってみ。それでよかったの。何がしたかったの。お、見方が。よし、来たー。ナイスパー。フェアウェイウッドです。右行きました。どうもここフェアウェイウッドでしょ。そういう意味で。二人ともピンのフェアウェイウッドで打って、二人とも右に行くっていう、まあ、同じぐらい、こう、同じ方向に行ってたね。ちょっと足りなかった。まあまあ、うまく打てた方なんだけどね、気が気になったりとかする。で、トモはね、ちょっと謎なのよ。この、マジで意味わかんないんだけど、自分でカメラで撮影してて、僕がね、こうターフアートというかね、それを探せない、まず。次どっから打っていいのか、置き場がボールがわからないとか。で、アドレスどこ向いてんのっていう話だよね。まだね、このね、たまに出る。アドレス迷子になるっていうね。どこ向いてんの？もう打ってくれって僕は言ったからね。結局僕のボール採用して、まあ、アプローチして、結果は、まあ、うまくパーで、そうね、切りましたね。友のね、アイアンに関してはね、この動画で言うと、ほぼ出番は1回しかないです。どちらかというと僕のドライバーの方が、目立ってます。うん、まあ次回以降が、まあ、パー3とかもあるので、ですね。はい、今回はありがとうございました。